高橋健は神奈川県横浜市と津区出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は阪神タイガースの二軍育成コーチを務める。横浜高校から東都の拓殖大学へ進学。大学時代は東都大学リーグに部において野手として通算17本塁打を放つが4年から投手として頭角を表す。その後、 トヨタ自動車では1年目の都市対抗野球で2戦続けて、先発以降2年は補強選手となり1994年は決勝でも登板。1994年度ドラフト会議にて、広島東洋カープから4位指名を受けて入団。1995年は中継ぎ中心ながら先発でも起用され、39試合に登板し、4勝4敗。 防御率3.90の成績を残した。1996年7月28日にはウエスタンリーグでノーヒットノーランを達成。同年は1軍でも24試合に登板したが2勝に止まった。1997年は34試合に登板したが防御率4点台後半と安定感を欠いた。この年チームは A クラスだったが、 次の A クラスは2013年だったため、高橋が広島で A クラスを経験したのはこの年が最後だった。1998年は41試合に登板し3勝8敗の成績だったが、防御率3.83と4年ぶりに防御率3点台を記録した。1999年からは左の先発不足もあって、先発での登板機会が増えた。 同年もこれまで同様な担ぎ中心の起用がなされ36試合に登板したが先発では13試合で起用された。この年も3勝に止まった。2000年は5勝9敗と負け越したものの自己最多となる50試合に登板しオールスターゲームにも初選出された。またシーズン終盤は抑えとして活躍を見せた。2001年からは 本格的に先発に転向し、開幕から左の先発メンバーのローテーション入りを果たし、自身初の2桁勝利に加え、オールスターゲームに2年連続選出を果たした。2002年は8月28日にその年に日本一となる読売ジャイアンツ相手に173球投げて、1から0での完封勝利をするなど見せ場もあったが急勝に、 とまり2年連続での2桁勝利を逃したほか、リーグ最多の14敗を記録した。2003年開幕から8連勝を成し遂げ、最速時速149キロメートルのストレートと、鋭いシュートを武器に防御率も1点台前半を記録した。前半不調だった黒田弘樹、笹岡慎治、返答1 0円をわずらって、戦線離脱した長谷川正幸の穴を埋める活躍をして、 サワンエースと呼ばれた。しかし、後半戦は一勝止まり、投手タイトルは元より2年ぶりの2桁勝利も逃し2年連続で9勝に止まった。2004年は前年の活躍から一転し、18試合で3勝10敗、防御率5.53と投球内容が悪化。オフには FA 権を取得。巨人、阪神、MLB のトロントブルージェイズが獲得の動きを、 見せたが、権利を行使せず残留。2005年は、開幕から、先発ローテーションの一角を担っていたが、膝の故障で思うような投球ができず、14試合の当番に終わり、プロ入り初の一軍未勝利となった。8月10日の精密検査で、左膝大腿骨滑斜面軟骨損傷と、診断され、同月26日に左膝を手術。一時は引退も考えたが、 現役続行を希望して、オフには前年の半額となる年俸で契約公開。2006年はプロ入り初の先発登板なしに終わったが、膝の故障が癒えた結果、防御率は4点台であったものの年間通して、中継ぎ左腕として活躍し、自己最高の54試合に登板し15ホールドをマークした。2007年は開幕一軍は逃したものの、ジャレット。 フェルナンデスの故障によって先発に復帰し5月17日の倉敷マスカットスタジアムでの大半進戦で2004年6月以来1072日ぶりの先発勝利を挙げた往年の9位で押すスタイルからコントロールと変化球特にシュートを有効に使った投球スタイルになり安定した投球を見せた長年苦手だった夏場も特に問題なく乗り越えた 22試合に投げき低投球回には不足したが故障を挙げた。2008年4月19日の対巨人戦にて投球数わずか102球で完封勝利。これは王の豊かに次ぐ球団史上2位の高齢完封記録であるとともに対巨人戦完封の最年長記録でもある。5月3日の対横浜戦でも6回を無失点と高騰し、さらには 横浜のエース三浦大介から実に7年ぶりとなる先制の二ラン本塁打ダーを放ち、この流れに乗って広島が勝利した。前半戦で6勝4敗、防御率3.03の活躍を見せ、初めてファン投票によって同年のオールスターゲームに選出された。監督推薦だった2003年以来4度目の選出で39歳2ヶ月のファン投票による選出は、 当主の最年長記録39歳以上での初選出も史上3人目となる。しかし9月には疲労で一軍登録を抹消された。最終的に規定投球回には到達しなかったが発勝後敗、防御率3.50の成績を残した。11月10日にメジャーリーグへの移籍を視野に入れ FA 権を行使。二千九年二月二日にピーター・クリーンバーグが 代表取締役を務める PEG 社と業務提携している GSE グループの中西剛氏を代理人としトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。招待選手として春季キャンプに参加したがビザ取得に追われて十分な練習期間に恵まれぬまま3月1日のオープン戦に初登板。その2イニング目でのスクイーズの打球処理の際に 以前にも痛めた右ふくらはぎを痛めた。その後マイナーで調整したが3月30日に解雇される。2009年3月30日にニューヨークメッツとマイナー契約。その後参加トリプル A 級バッファローで6試合に登板11回に3を投げて防御率0.77を記録。4月26日メジャーに初昇格。 5月2日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で2番手として、メジャー初登板。40歳でのメジャーデビューは、第二次世界大戦以降では、サチェル・ページの42歳、ディオメデス・オリーボの41歳に次いで、史上3位の恒例記録となった。6月22日、マイナーのトリプル A 級バッファローに降格。8月24日にメジャーに、最昇格。 3年ぶりに先発登板なしで中継ぎとして28試合に登板し、防御率2.96の回答を見せたものの10月20日には、メッツから契約を解除された。2009年12月21日、広島東洋カープに2年ぶりに復帰することが決定した。背番号は再び22を着用。翌春のキャンプでは、長女の誕生日でもあった。 キャンプ二日目からブルペンで初投げをするほど先発ローテーション入りへの意気込みを見せた。2010年は主に中継ぎとして起用され、4月16、17日の第中日戦では二日連続で勝利投手となった。40歳代の投手が二日連続で勝利投手になるのは史上初である。しかし5月以降は成績が悪化し、6月21日に1、 軍登録から抹消された。2軍でも首痛などに悩まされて調整が進まず、9月8日に現役引退を表明した。引退試合となった9月29日の対、横浜戦では、長女と次女をバッテリーに、高橋自身が打者を務める死休式を行った。そして8点をリードした8回表に、最終登板すると、ホセカスティーを空振り三振に仕留め、 打者一人のみで降板した。試合終了後、引退セレモニーが行われた。2011年から2015年まで、中国放送とデイリースポーツ新聞広島支社で野球解説者を務めた。また、2011年秋からは、JR 西日本広島支社のイメージキャラクターを担当。山陽新幹線、東京行くなら、新幹線キャンペーンの望みは、 次々やってくるの CM や J ・ウエストカードのポスターなどに登場している。2015年5月16日には貸し切り片道新幹線、スネシャダマシー、レッドライディングにサプライズゲストとして参加した。2015年11月7日に阪神タイガースの2軍投資コーチへ就任することが球団から発表された。広島時代のチームメートで同年10月に 阪神の一軍監督へ就任した金本智明と野球館を共有することによる。なお、高橋の就任によって、阪神の2016年コーチングスタッフがすべて確定した。最速時速150キロメートルの直球と多彩な変化球が武器だった。入団当初から足を高く振り上げる独特の投球フォームが彼の特徴で、三振も取れる速球派でもあったが、 請求力に難があったため、2000年から足をあまり高く上げない通常の投球フォームに変えた。中日ドラゴンズとの相性が良く、名古屋ドームでは良い投球をする。一方、阪神には弱く、10年目の2004年シーズンまでは甲子園で勝ったことがなかった。大学時代は外野手だったということもあり、打撃も得意としている。 2003年3月29日開幕カードの対、ヤクルトスワローズ2回戦では自ら均衡を破る、タイムリー3塁打を放っている。また2軍での通算打率は3割を超えており、1軍戦では通算3本塁打を放っている。なお、プロ初本塁打は、7年目の2001年4月8日に、斉藤正樹から放った。広島投手では1999年の広池。 工事以来の本類だであった。投手転校は大学4年時とあるが、小学校、中学校での軟式野球では投手であった。愛称は、県産。トヨタ自動車入社後は、投手として日本代表に入り、社会人2年目の1993年のドラフト会議では8球団からオファーを受け、1.2位候補として名前が上がったが、会社の理由によって残留した。 翌年はチームの不信から評価が下がり上位指名できないとの連絡を次々に受けて本人もプロ入りできないと覚悟した時期もあったが1994年11月13日に広島から獲得の意向を伝えられ順位も金額も関係ない素直に嬉しかったとプロ入りを決断した巨人相手に2000年9月に通算100号のさよなら本類が2002年6月に 球団通算7505本塁打を喫している。またどちらも、対戦打者はくしくも、高橋義信である。ありがとうございます。